DM3 YouTube のサポーターです。千代川接骨院、東京ホッケーホテル、文京別館。別館あんの？ああ、試合前のルーティーンね。あるよ俺、右足から防具をつける。必ず、決して左足からつけない。なんせ右利きだから。一時期は試合前の時にポストを叩くとかね。今日も頼むよポストちゃんって、願掛けの意味を込めて。じゃあ高瀬は？高瀬ルーティーン試合の前というか、まあ、ウォーミングアップは練習の時と試合の時はなるべく一緒にするっていうのはすごい意識してたかな。一緒のメニューをやる。あとは SO の時は毎回ゴール入ってから、まあ、口ずさむ。ちょっと何を口ずさんでるかちょっと恥ずかしいから言えないけど。マツケンサンバね。マツケンサンバもういいじゃないですか。でも、まあ、SO の時はその、ね、楽しもうって口ずさんでます。あと PC の時は、右足をトントンしてます。トントン。練習の時もトントンして、で、実際の試合でもトントンして、まあ、いつも通りって感じを作るって感じですね。GK あるあるだわ。じゃあ、大鳥。おかしい。大鳥とか言わないで。まあ、ホテルだったり、国内だったり、家から会場向かう時とかは、試合の時は、シャワー浴びて、体をこう温めて、ちょっとでも筋肉こうほぐす、緩める意味で入って、試合前音楽聴いて、まあ時間に余裕あったらこう、いいなと思うこうプレイ、YouTube だったりで見てこう高めてるっていうのと、イメージしてます。この相手だからこういうのがあるかもしれない。こいつはフリックすごいから。でこう自分が止めてることを意識して、意識とかイメージして、に試合に入ってます。アップ中もそういうことを考えたりとかして。試合前に自分ポスト触ってバーってこう地面ポンポンってして、まあよろしくみたいな感じでやってます。シュートアウトのルーティンは別に特にないですし、ペナストの時は、スポットの近くまで行って、ゆっくりこう下がってってやってるんですけど、まあ相手やつするっていうのもあるんですけど、なんかこう下がってったら、スポットがすごく遠く感じるんで、なんか取れる気がするんですよ。まあ、それは自分の中の感覚っていうのがルーティーンですかね。大鳥にならなかった。いいんだよ。今から高瀬が落としてくれるから。マツケンすか？間違えてインスタにアップするかもしれない。ほら。じゃあ持ってきた。あれが、ちょうど倉庫にいたから。準備してたやん。左右にいて、棒で繋がってダンスする。ビジフォンみたいな。PG4 みたいなやつですよね。来て、現役来てたよ。誰？さあ、誰でしょう？クイズ。これ当たったら、この帽子やるよ。ちなみにオリンピック出てたよ。これ大ヒントだよ。ピッチに立ってたよ。ユニフォーム着て。大橋正樹さん。いいんですか？いやー、ちょっと、でも怪しいなぁ。中条、中条じゃない、中条。ピッチ立ってないっす。ピッチ立ってないっす、それ。多分食堂で飯食ってただけだと思う。もりもり。大橋正樹さんで。大橋正樹、いいですか？はい。はい、誰のシュートが嫌だったか。マサキング。当たった。当たった、やっぱり。大橋正樹。俺のシュートが嫌だった。言ってほし、しかったのかなと思ったり。入ってない。うん。渡辺康太。バクリーと、村田和馬さん。残念、悪戦。取り直し。残念。だあの人あんまシュート打たないっつって。そもそも。そう、練習の日本代表チームってロンドンの次は大体そういうスキルトレーニングなんですけど、あそこぐらいだよね、あいつがシュート打ってんの、はい。まあ確かに、それだけを見たら嫌っすよ、あの人。そうそう。バカ早いんで。だから、けど俺のシュートが嫌だったと言えっていうことだよ。ちょっとそのセリフだけちょっとちょうだい。大橋正樹さんのシュートが嫌でしたね。はい。めっちゃ言わされてる。入れといてください。練習のね、練習のね。かっこ練習って入れる。失点後のセルフケア。質問送ってくれた人にとってケアなんかしない。そんなにゴールキーパーやわじゃない。寝たら治る。はい、押す。
まずいまずいまずい、それ。そう。まずいまずい。かわいそうですね。寝たら治る。寝るまでの話だな。ゲーム終わっちゃうの。ゲーム終わりました。ビール飲みました。絶対カットっすよ、それ。ほぼカット、ほぼカット、ほぼカット。失点した後は、いやでもあの、最初の、そうで言ったかな。あの、本当にもうフィールドが決めてくれるってし、もう決められたことは変えられないんで、もう受け入れて、あの、フィールドの選手信じるしかなかった。もう、あと決められんかったらいいっていうつもりでやってます。てかまあ、ほんまにもう、無理なシュートとかだったら笑っちゃうときありますね。あの、しゃあないと思って笑っちゃうときも、あの、国内とかだったら結構そういう笑ってこう、ごまかしてるときもありますし、なんか逆にそれが楽しんでやってる、ホッケーを楽しんでるときもあります。まあ、こういう無理なシュートも、そら、日本だってレベルが上がってきてるんで、あの、そういうシュートだって全然ありますし、まあ、諦めてすごかったら笑っちゃうし、しゃあないってみんなに言ってもらうこともありますし、自分が言うときもありますし、あんまり三好さんみたいに強くはないんで、こう無理やり思わすっていう感じです。思い込んで、しゃあないしゃあない、次っていう感じです。でも俺、ふざけてるけど、あの俺、今昔こんなんじゃなかった。だから失点したら、クソ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 だからもっとピリピリしたけど、失点したことは次の日忘れるっていうのは本当。でも昔はもうめちゃくちゃキレてました、ちょっとその、投げたりとか。めっちゃありましたけど、まあ怒られたっすね、いろんな人に。なんで、大人になりました。全然大人にならないわ。いまだに。酔っ払ったら走って逃げるそれはちょっと違う。来たぞじゃあ、終わりますか。おい何か言われた。